君は君、我は我なり、されど仲良き。これは武者の小路実篤さんの言葉です。他人には他人の人生があり、自分にも自分の人生がある。だからお互いを尊重して仲良くすればいいじゃない。こんな感じの意味合いでしょうか。情報化社会で何かと比較されてしまいますが、もう少し気楽に生きてもいいのかもしれませんね。